一見森のように見える農場だが、よく見ると至る所に様々な作物が実っている。アマゾンの熱帯林から生まれた果実。アグロフォレストリーとは、アグリカルチャー農業とフォレストリー林業を合成した言葉。この農場はまさに農業で作り上げた森と言える。自然の多様性を取り込み森を再生するアグロフォレストリーは、環境への負荷が少ない農業だと言われている。列状に立てた支柱のもとに、つるを伸ばす胡椒の苗が植えられている。胡椒の列の間にはバナナとチョコレートの原料となるカカオを交互に植え込む。カカオの成長には 40% の日陰が必要とされる。バナナとカカオの列の間には24メートルの間隔を空けて、甘い果実を実らせるタペレバーの苗木とアサイヤシ、そして大木に成長するマホガニーを植えていく。これらの間にトウモロコシと稲の種をまく。成長度合いが違うそれぞれの作物、その過程をモデル化して見てみる。1年目、まず稲が実り、農家は収入を得ることができる。そして2年目、バナナと胡椒が目覚ましい成長を続け、徐々に実をつけ始める。2年目から実をつけ始めた胡椒は、この後徐々に生産量を増やし、5年ほどは収穫できる。農家は安定した収入を得られることになるのだ。3年もするとタペレバーやアサイヤシ、香木のマホガニーは勢いよく成長している。3年目から実をつけ始めるカカオをはじめ、バナナ以外の作物がどんどん背丈を伸ばしていく。そして6年目にはカカオが3メートルに、アサイヤシが5メートルに、タペレバーやマホガニーは8メートルを超えて成長する。6年もするとそれぞれの作物が折り重なり、農場は深い茂みとなる。この頃になるとアサイヤシとタペレバーも十分収穫できるまでに実をつけている。さらに胡椒に代わってカカオの生産量が飛躍的に増え始め、農家は大きな増収を見込める。カカオはこの先30年ほども収穫できるという。7年を過ぎるとバナナや胡椒は枯れるが、タペレバーやマホガニーなどの樹木が大きく育ち、15年もするとアグロフォレストリーの農場は大木の下にカカオなどの果実が育つ森のような畑になる。森を再生させながら毎年着実に作物を収穫できるアグロフォレストリー。畑の立地や環境条件、収穫のタイミング、さらに栽培管理などの作業効率を考えて作物が決められていくのだ。多彩な作物を栽培するアグロフォレストリー、それだけに難しい側面も持ち合わせている。小品種大量生産の農業に比べ、多品種少量生産のアグロフォレストリーは致命的な弱点を持っていたのだ。その弱点を解決したのが日系富安農協のジュース工場だった。年間を通しいつでも生産できるジュース、時間や場所を気にせず世界中どこにでも出荷できるようになった。農家の生活基盤も安定することになったの。